天覧相撲とは、大相撲を天皇が観戦することである。古くは、女性が相撲を見ることを禁じられていた影響か、皇后は同席しなかったが、公述する通り1960年より天皇と皇后方の二人での観戦が始まった。2020年には、天皇、皇后方の御子、愛子内親王も同席した。現在の天覧相撲の際には、国技館正面玄関で、 横綱以下役力士全員、または日本相撲協会理事など役員になっている親方が出迎え、理事長が天皇と皇后を貴賓席まで案内する。理事長は天皇、皇后の退席まで貴賓席に詰め、後ろの席で説明役を務める。幕内の土俵入りの前に両陛下ご入場が場内放送される。土俵入りは普段の丸く並ぶ略式のものではなく、 お前掛けと呼ばれる本式で行われる。行事の先導で出てきた一行は、土俵の手前で花道に整列し、天皇の席に一礼。土俵に上がり、俵に沿った円形ではなく、四列、五段に並ぶ。柏手を打った後に、右二回左一回の四股を踏んで、一度尊挙。呼び上げは普段は、隔離力士が土俵に上がる時に行われるが、お前掛けでは、全員が尊挙してから、 まず行事、ついで会力士から順に呼び上げられる。また内容も普段とは異なり、出身都道府県及び国、所属部屋、三役の場合は、地位、四個名の順。呼び上げられた力士は、順次立ち上がり、正面に向け一礼して、土俵を出る。ただし、天皇が幕内後半の相撲のみ観戦する場合は、土俵入りを行う時点では、天皇が、 まだ到着していないため、略式で行われる。なお、横綱土俵入りは、普段から本式のため変更点はない。結びの一番では立行事が、この相撲一番にて、本日のだとめというが、天壇相撲では、この相撲一番にて結びにござりますという。最後の取り組みが終了し、弓取り式が終わると、天皇、皇后は退席する。 日曜日に行われることが慣例となっており、1月場所の中日が最も多い。ただし2006年1月場所と2007年1月場所は共に13日目、2010年1月場所、2011年1月場所、2016年1月場所、2017年1月場所は初日、2020年1月場所は14日目が展覧相撲となった。 大相撲界で八百兆や暴行などの不祥事が起こった際は、相撲協会側から宮内庁に辞退を申し出る。明治から昭和初期にかけては、本場所とは別に皇居で展覧相撲が行われた。特に1884年3月10日の明治天皇の展覧は、明治の王風化の風潮の中で苦闘していた相撲界復活の契機となったものとして、重要な意味を持った。 1930年4月29日、昭和天皇の誕生日に、宮城内の福馬場で天覧相撲が行われた。宮城内での天覧は、明治以降では初めてであり、それ以前の歴史をたどると1558年、大木町天皇以来約370年ぶりだと言われている。本場所の番付では、中央のもう面と書かれる部分に、玉物天覧と書いた。 天覧相撲専用の番付も現存する。現在では、本場所が増えた影響か、別個の天覧相撲は行われず、東京本場所でのみ天覧相撲が行われるため、専用番付が用意されることもない。最初の常設相撲場である両国国技館の落成当初から、天皇を国技館に招いての天覧相撲は想定されていた。 国技館建設の国庫補助が衆議院で認可されたのを受けて相撲協会では区内省に打診の上で正面席2階から4階にまたがる玉座を設置した。しかし、皇太子時代の大正天皇が一度、皇孫時代の昭和天皇が二度利用したのみで在位中の天皇がこの席に座ることはないままで終わった。即位後の大正天皇の健康問題や 昭和に入ってからの時局の悪化のためと考えられる。天皇で最初に国技館で本場所を観戦したのは昭和天皇で1955年5月場所10日目だった。最初に天皇と皇后が揃って本場所を観戦したのは1960年5月場所13日目だった。それ以降、最後の観戦となった1987年5月場所7日目まで、 1973年は行われず、1980年から1984年までは、主に5月、9月場所で年2回。1985年、1986年は、1月場所が加わり年3回。ちなみに1978年9月場所の1日目からは、再び天皇のみの感染となる。これは古式に服したわけではなく、 公人皇后の体調不良によるもので平成になってからは天皇皇后揃っての観戦となっている40回にわたり倉前国技館、両国国技館において相撲を観戦した。また昭和天皇が初めて倉前に行行した際に読んだ久しくも見ざりしすまひ人々と手を叩きつつ見るが楽しさの行政の記念碑は倉前国技館に混流され現在は 両国国技館正面入り口脇にある。皇太子夫妻を迎えて行われる対乱、また国賓待遇となるような各国元首、またはそれに近い人たちも、1986年来日の際に相撲を観戦したの場合も、天覧相撲と同じ進行となる。昭和天皇は相撲ファンとして知られ、観戦時のエピソードも多い。2019年の初場所における、 平成最後の天覧相撲においては、天皇、皇后が退席の際、慣習が自然発生的に万歳を行った。AB 大空出版、相撲ファンボリューム 06P102、風見明、相撲、国技となる P81 から83この翌日に、昭和天皇は大量の吐血をして、最後の闘病生活に入った。ありがとうございます。